アニケンと言います。連覇が引っかかってガードの下がまだ引っかかる。勝利。投げた。いやー二択。五回ぐらい連続で二択を当てた。ですね。スト2はバルログとかね、そういう。DJ とかそういうキャラになるとすぐ強くなれるんでみんなそっち行っちゃうんですけど、小高くんはまあ、若者にしては珍しくガイルっていう正統派のキャラを選んで頑張ってるんで、そこには絶対負けたくないっていうか、そこは譲られへんっていう気持ちでいるかな。まあ世間が言われてるほどっていうか、剣が竜やガイルに対して負けてるとは全く思ってないんで、しばらくガイルにあんまり負けたっていう記憶はないので、その僕自身も楽しいかなっていうところはあります。大活躍の小高くんやからね最近。まあ、梅原くんと対戦してたっていうのは、まあ、15年ぐらい前かななると思うんだけど、あの当時と今の俺は全く違う。メンタルもそうやし、スキルもそうやし、何をとってもレベルが上がってると思うし、一緒とは思われたくないんで、46歳になって今が一番強い時期かなと思ってるんですよね。だからその若いプレイヤーが出てきたからといって老いそれと負けたくないし、その、まあ、ぶっちゃけな話でいいの？もちろん、うん、ぶっちゃけな話で言うと、そのまあ地方でちょっと強い竜とかいるかなっていうぐらいで、その我々にとってはそんなに すごいとは思ってないっていうか、まあ東京で頑張ってるんやな彼らはっていう、ということは、うん、スト2の首都は、うん、大阪なんですか？え、違うの？え、いや、申し訳ない、そのスト2の首都が大阪以外に会ったことはまだ僕は分からないので、そのまあそれは今回の首都決定戦みたいな、どっちがスト2の聖地であるかっていうのも今回の勝負で決まるかなと思うけどね。やっぱりオゴ君は強い、すごい人やなと思う。でも一番本当に戦闘力があるっていうと今スト2界でも俺かなと思ってる。いや本当にこれ冗談抜きで、今対戦してて怖いなっていう人はいない。俺より強いやつは今はスト2界にはいないかなって思ってる。すごいですね。いやそこまで行きましたか。さっきとかいろんなものを要素を入れると俺かなって思ってる。俺の知ってるアニケンさんは、うんうん、そこまでまだ言い切れる人じゃなかったと思うんですよ、うんうん、また自信なかったね、うん、当時は15年前とかね。いやそれ聞いて俺普通に見たくなりました、うん、試合が、うん、楽しみにしてもらっていいかなと思うし、もっと強くなってその試合当日まで行くんで、その嫁にも許可もらってるんで、そのがっつりやって本当に分かってもらえたらいいかな、いいイベントになればいいかなと思う、うん。最後にちょっとずっと今日伏せてたんですけど、はい、実はその小高に、うんうんうん、実際問題どうなのいけるのっつったら、うんうん、ここだけの話、はいはい、65% いけると言ってました。あーはぁあーちょっと待って、火ついた。申し訳ないけど、いやほんまにガイルに負けへんけどね俺。小高は、うん、よく OK しましたねっておっしゃってましたね。ちょっと待って火ついた、ほんまに。あ、こう嬉しいねこれは。最近俺にそんなこと言う人いないから、その
小高くんに分かってもらおう。ちょっとスト2を盛り上げるためにとかちょっとかっこいいこと思ってたけどちょっと変わったわ。小高に分かってもらう。スト2の厳しさというか30そこそこの若造がガイルちょっとチラチラってやって俺の剣に 65% いけるとか、まあちょっとびっくりしたんで、まあ、スト2で分かり合えたらいいかなと思うんで、ちょっと結果見ていただきたいと。ちょっと火つきました。はい、ありがとう。ちょっと嬉しいです。嬉しい、楽しみです。僕も分かりました。はい、 65% いけると言ってます。あ、はあ、うん、いや、ちょっと待って、火ついた。申し訳ないけど